さて、伊織、一応尋ねておこう。これから何をする？散々太夫から義の司祭を聞いたからな。型をつけるために動く。他のマスターの拠点に当たりをつけ探って回る。どうだ？悪くない。私も同じことを考えていたからな。それで君はどう狙いを定める？由衣小説の本拠を探る。太夫のほか唯一名を知る相手だ。奴は殺さんとする俺に名を告げた。あれは嘘偽りではあるまい。どうにも律儀な人物のようだからな。ふむふむ。それからあのミメだ。ああも整った容姿に白髪はよく目立つ。名と姿、手がかり二つあればまあ調べやすくはあるだろう。でどこから探る？まずは手近からだ。江戸は800野町と言われるが限りはある。地道に浅草近辺から探っていこう。うん、筋は通っていると見た。ではライダーとユイを探るのだな。私としても相手取るならライダーかランサーが望ましい。全く依存ないぞ。同意を得られて何よりだ。まずはライダーとシユーを決する。ランサーはその次だ。さあ行くぞより。始めよう。やるか。
兄上にセイバーさん連れ立って一体どちらへ。おあ、もしかしてもしかすると今から相引きに。相引き、そうなのか。より、違う。いいか、かや、俺たちは。分かってます、分かってますよ兄上。ささ、どうぞ楽しんできてくださいな。留守番は任せちゃって。愛らしいのだな、かやは。そうだな、気を取り直して聞き込みに行くぞ。小説の噂を聞くにはやはり人通りの多いところが良いか。ものが置いてあるぞ。なんともったいない。私が。待て、それは地蔵への供え物だ。うわあ、なんだ、供え物か。ではこの石は神なのだな。危ない危ない。この地も何とも活気に満ちて。分かっているな、セイバー。物見遊山とは違うぞ。ちょいと、そこの粋なお侍さん、うちの品見てってくれよ。すまない、先を急いでいる。そりゃ失礼した。暇になったらいつでも寄っとくれ。そん時は先に行っちまったあんたの連れも一緒に頼むよ。セイバーめ、気配を殺して走っていったな。そう遠くへは行っていまい。さっさと探すか。癒されるな。
人探しか。なら他を当たりな。あんたが今日初めての客だよ。白い着物に結ヶ見の客か。いや、うちには来てねえな。こちらには来ていないか。ならば南だ。さっきすれ違った子がね、目を輝かせながら通りをあちこち見回してたの。おのぼりさんかしら。可愛かったわ。白い着物に結ヶ見の客。そんな格好のやつならついさっき来たぜ。次から次に質問を浴びせてきてな。息つく暇もなかったよ。セイバー。おお、遅いぞイオリ。うむ、御徒町はさほどに楽しかったか。何を言う。私は私なりに聞き込みを。うん、イオリ、その面は。これは、その当世のものに紛れるためにだな。はあ、言っておくが、私とてただ遊んでいたわけではないぞ。せめてはいない。見知らぬ町は物珍しいものだ。まあそれはな。それはそうだとは。うん、だが本当に遊んでいただけではない。感じないか、イオリ。ああ、わかるな。我らに向けられる鋭き視線だ。御徒町に足を踏み入れてよりこの方、我々は見張られて。おうおう、そろそろどいてくれ。あんちゃんたち商売の邪魔だよ。ああ、すまない。今すぐに。君、ユイ小説を知っているか。セイバー、そう誰かで構わずに。ユイ小説？なんでまたそんな出会いを探してんだ。貴殿、知っているのか。浪人どもの耳に入らねえよ。小声で頼むぜ。連中先生って呼んで奴を慕ってるからよ。ほうほう。ユイ
い小説といや浪人を集めて開いた軍学塾で何やらやってんだとよ。うろんな侍さ。ここだけの話、塾に集った浪人どもは揃いも揃ってお上に手向かいそうな奴らばかりだな。何かを企んでてもおかしくねえと俺は思ってるぜ。ふむ、その浪人どもはどこにいる？なんだ、連中に用があったのか。俺を巻き込まないでくれよ。ニウリジャヤに行ってみな。両国橋か北の外れかどっちかの店にたむろしてるはずだぜ。浪人を集めた私塾、そこが小説の本拠かもしれん。時に浪人とは何だ？俺の同類、同輩だ。乱世を終えた徳川の世に身を立てる術なきはぐれ者、主なき武士たち。そういうものか。くれぐれも首をはねるんじゃないぞ。小説の私塾、ここからは両国橋のニウリ茶屋が近いか。